ギリシア神話に登場する永遠の拷問がめちゃくちゃ恐ろしいことをご存知ですか？罪を犯した者が罰を受けるのは世界共通ですが、神話になると罰のレベルも桁違い。文字通り終わりなく永遠に苦しみ続ける羽目になり、まさに死んだ方がマシだろうと思わせるような責め句が数多くあるのです。そこで今回はそんな永遠の拷問を受けることになったギリシャ神話の罪人たちと、彼らが受けたオリジナリティあふれる責め句の内容を一気に紹介していきます。中にはきつめの描写もあるので、苦手な方はご注意ください。この動画はファンタジー大好きオタクの新流がお送りします。1、ティティオスはハゲタカに食われ続けるの刑。罪状、女神に乱暴する。トップバッターはギリシア神話に登場する巨人ティティオスです。ティティオスは最高神ゼウスの愛人である娘エラレー、あるいは大地母神ガイアの子とされ、彼の子孫には泳ぎの名手と言われた英雄エウペーモスがいます。英雄の祖となったすごい巨人というわけ。そんな巨人ティティオスは母エラレーのお腹の中にいた頃からすでに巨大だったそう。エラレーはゼウスの愛人だったため、彼女の出産がゼウスの制裁であるヘラにバレないように、ヘラレーはゼウスによって大地の底に隠され、彼女はそこで出産しました。まさに隠し子。こうして巨人ティティオスは無事に生まれることができました。その後すくすくと成長したティティオスですが、ある時事件を起こします。それはティティオスが太陽神アポロンの聖地デルフォイへと向かう途中で、女神レイトーの姿を目にした時のこと。女神レイトーはオリュンポス十二神のメンバーである双子の神アポロンとアルテミスの母親であり、巨人の神々であるティタン神族でした。超大御所の女神というわけ。巨人のティティオスはそんな巨人の女神レイトーに、あろうことか欲情、無理やりレイトーの手を引いてどこかへ連れて行こうとしたんです。欲望に忠実です。しかしそんな狼藉が許されるはずもなく、レイトーは自分の子であるアポロンとアルテミスに助けを求めます。そしてティティオスは弓の名手である二人にいられて、あっけなく殺されてしまったのでした。同情の余地はほとんどないです。ただこれで終わりではないのがギリシア神話。死後ティティオスは奈落のタルタロスに落とされ、そこで永遠の責め句を受けることになりました。それは身動きの取れない状態で2羽のハゲタカに肝臓を食われ続けるの刑。グロすぎる。また別の説に曰く、肝臓を食べているのはハゲタカではなく竜であり、ティティオスの肝臓は月が昇ると再生してしまうため永遠に刑が続くんだとか。1日痛みを我慢してもまた肝臓が復活して最初から繰り返される地獄、想像したくもないです。また実はティティオスの死因についても別の説があったりします。曰く彼はゼウスの子を身ごもっていた女神レイトーをゼウスの制裁ヘラの命令に従って襲いに行ったところ、ゼウスの雷霆に撃たれて死んでしまったとされます。制裁と愛人の戦いにただ巻き込まれた形です。かわいそう。情欲の衝動に身を任せた報いで死んだ方がマシと思えるほどの拷問を受けた巨人ティティオス。自制心の大切さを伝えるためのエピソードとも言えますね。2、タンタロスは飲食を永遠にじらされるの刑。罪状、神々の食べ物を盗む。次に紹介するのはリュディアという国の王だったタンタロス。タンタロスは最高神ゼウスと女神プルートーの間の子などとされ、正真正銘神の血を引く人間です。そんなタンタロスは父のゼウスと親しく、人間でありながら不死をもたらす神の酒ネクタルや果実アンブロシアなどを口にすることのできる人物でした。超ビップ待遇。なおネクタルやアンブロシアについてはこちらの動画で解説しています。さて、そんな選ばれた人間であるタンタロスはもちろん不老不死の力を得ていました。そこで彼はその恵みを自分だけでなく他の人間にも与えようと考えます。これだけを見ると博愛主義の良い人物のようにも思えますが、実はそうでもありません。実はタンタロスにはこんなサイコパスエピソードがありました。ある時タンタロスは神々が善知であることに疑問を持ったため、神々を試すためになんと自分の実の息子のペロプスを殺してその肉をシチューに入れて神々に振る舞い、人肉シチューだと気づくかどうかというチャレンジをしました。なんでわざわざ息子を。するとさすがに神々は料理の異変に気づいていたので全く口にしませんでしたが、豊穣神デメテルだけはマナ娘のペルセポネをハデスに誘拐されて精神が不安定だったため正体を見抜けずに食べてしまいました。この時食べた肉は息子ペロプスの左肩の肉だったそう。そのため後にペロプスはゼウスによって蘇させてもらえるんですが、その際にデメテルはペロプスに象牙でできた肩を与えたと言います。それで OK なのかちょっとわかんないです。さてそんなサイコパスなタンタロス王ですが、彼は不死の食べ物を他の人間にも食べてほしいと思ったため神々から食べ物を盗み自分の友人に分け与えました。しかしこの行為がバレてしまい神々は大激怒。タンタロスは問答無用で奈落タルタロスへと落とされます。タンタロスタルタロス。彼はそこで沼の上に生えた果物のなる木に縛り付けられました。沼の水はだんだんと満ちていき、タンタロスの顎が浸かるくらいまで登ってきます。しかし彼がその水を飲もうと顔を下に向けた途端に水は一気に引いてしまいます。
また彼が木になった果実を食べようと頭上に手を伸ばすと、風が吹いて枝が舞い上がり、絶対に掴めません。そう、言うなれば目の前にある水と果実を絶対に口にできず、じらされるの刑。終わらない飢えと渇きに耐え続けるしかないんです。食べ物を盗んだ者に食べられない罰を与えるというのが皮肉たっぷり。この拷問考えたの誰？ちなみに英語で欲しいものを見せびらかしてじらすを意味するタンタライズは、なんとこのタンタロスの名が語源。現代にまで影響を与えてしまったタンタロスの拷問なのでした。3、シーシュポスは大岩を運び続けるの刑。罪状、神々を欺きまくる他多数。続いてはギリシアの都市コリントスの創始者とされる人物、シーシュポス。永遠の拷問といえばこのシーシュポスなので、どこかで聞いたことのある方も多いかも。さて、シーシュポスはテサリアの王アイオロスの息子、なかなか偉大な人物です。そんなシーシュポスが登場するのは、主神ゼウスが美しい娘アイギーナを誘拐した時のお話。誘拐された娘を探すべく、アイギーナの父である川の神アーソーポスは都市コリントスを訪れました。するとそのアーソーポスにシーシュポスは近づき、こんなことを言います。コリントスの城に泉を作ってくれたら、あなたの娘の行方を教えましょう。父アーソーポスはその条件を飲み、泉を湧き出させます。するとシーシュポスは約束通り、ゼウスとアイギーナの居場所を密告。父アーソーポスがそこに行くと、ゼウスがアイギーナと熱い抱擁を交わしている場面に遭遇しますが、ゼウスはその後岩に化けたため見失ってしまいます。しかもしばらく後にアーソーポスはゼウスの雷霆によって撃ち殺されてしまいました。浮気相手の父を殺すゼウス、とんでもない輩です。この一件はここで終わるんですが、実はゼウスはこの時、自分の浮気の場所をシーシュポスが告げ口したことを根に持っていました。ひっどい逆恨み。さて、それからしばらくしてシーシュポスの父アイオロスが死去すると、彼の兄弟であるサルモーネウスが王位につきました。これに、なぜ私が王じゃないんだと腹を立てたシーシュポス、彼は神託の聖地であるデルフォイへと向かい、そこで神託を受けます。それはこんなものでした。あなたの姪と子供を設ければ、その子供が復讐を果たしてくれるだろう。めちゃくちゃすぎる神託。これを受けて早速シーシュポスは実行。彼は王位を継いだサルモーネウスの娘のテューローを誘惑して子供を設けます。しかし娘テューローはシーシュポスが愛情からではなく、父サルモーネウスへの復讐心から自分に近づいたのだと気づいてしまい、シーシュポスとの間に生まれた二人の子を殺してしまいます。悲しすぎる。ゼウスはシーシュポスのこの所業に怒り、密告の剣も根に持っていたため、彼を奈落のタルタロスに落とすことを決めます。そしてシーシュポスのところに死神タナトスを派遣しました。万事休すのシーシュポスですが、彼はかなりずる賢い人物でした。自分の家にやってきた死神のタナトスになんとこう聞きます。その手錠の使い方を教えてくれないか。するとタナトスが持っていた手錠の使い方を自らの手で実演。その瞬間シーシュポスは手錠に鍵をかけて逃亡してしまいます。すると死を司る神であるタナトスが閉じ込められてしまったため、世界中の人間が死ななくなってしまったのでした。人間たちにとっては良いことですが、戦争を司る軍神アレースは困り果てて出動。アレースはタナトスを助け出した上、逃げたシーシュポスを捕まえました。再びの万事休すですが、シーシュポスはまだあがきます。彼は前もって自分の妻メロペイに、自分が死んでも葬式は絶対しないでくれと命じておき、そして冥界に連行された時に冥界の女神ペルセポネにこう懇願しました。自分の葬式を行わない妻に復讐したいから、3日だけ生き返らせてくれ。そう、シーシュポスは地上に戻る口実を作るため、葬式を行わないように言っておいたというわけ。ずる賢い。女神ペルセポネは彼の願いを受け止め、シーシュポスを一旦地上に返してあげますが、当然シーシュポスは冥界に戻る気はなく、ペルセポネとの約束を保護にして地上生活を楽しんだんです。根っからの悪人ムーブ。しかしこの一連の行為にゼウスの怒りは頂点に。伝令師ヘルメスが直々に出動し、シーシュポスは強制的に冥界へと連れ戻されたのでした。さすがにもう逃げられません。ついに奈落タルタロスへと連れて行かれたシーシュポスが受けたのは、巨大な岩を背負って山頂まで持っていくの刑。罪の重さにしては意外とシンプルと思われるかもですが、この大岩がとんでもなく重く、しかもようやく山頂に置こうとしたところで岩は必ず滑ってしまい、麓まで転がり落ちてしまうんです。このためシーシュポスは永遠に岩を運び続けることになります。仏教世界の地獄の際の河原にも似ていますね。このエピソードからシーシュポスの岩、 The Stone of Sisyphus は果てしない徒労を意味する慣用句だそう。永遠の拷問、慣用句にされがち。4、イクシオンは燃える車輪で回り続けるの刑。罪状、ゼウスの制裁を誘惑。奈落タルタロスに落とされた人間の中でもとりわけ辛い罰を受けたのがイクシオンという人物。事件が起きたのはイクシオンの結婚が決まった頃のこと。フレギュア僧の子であったイクシオンはディーアという女性と結婚することになりました。
そして彼は花嫁のディーアの父を宴に招きます。実はイクシオンは結婚を許してもらう条件としてディーアの父に豪華な贈り物をすると約束していたんです。それを渡すと義父を呼び出したイクシオンですが、実は宮殿までの道の途中にあらかじめ落とし穴を仕掛けておいて、穴の底には炭火を設置していました。当然それを知らない義父はその穴に落ち、なんと焼け死んでしまったのでした。普通にとんでもない悪人です。実はこの殺人事件は人類最初の血族殺しとされており、イクシオンはその意味でかなりの重罪人でもあるというわけ。当然神々はイクシオンを罰するように進言しましたが、ゼウスはなぜか命乞いをするイクシオンの罪を許す判断をしてしまいました。ちなみにその判断の理由は本当にわかりません。ゼウスの気まぐれかも。こうして殺人を犯しながら無罪放免になったイクシオン。しかしそんな人物が反省するはずもなく、今度は神々の宴に招かれた際にひどいやらかしをしてしまいます。というのもイクシオンはあろうことかゼウスの制裁ヘラを誘惑したんです。女神ヘラは普段からゼウスの浮気に悩まされていたため、そんなヘラならワンチャンいけると考えた様子。普通に最低です。こうしてヘラをチラチラと見たりして誘惑してみたイクシオン。しかしイクシオンの横島な心はゼウスに完全にバレており、ゼウスは雲で制裁ヘラの似姿を用意し、ヘラの寝床に置いておきました。すると酒に酔ったイクシオンは偽物だと気づかずヘラのベッドに直行。そこにすかさず伝令神ヘルメスが現れ、イクシオンは鞭で撃たれた上、奈落タルタロスへと連行されてしまいます。血族殺しはあっさり許されたのに、制裁の誘惑は全然許されませんでした。さてこうしてイクシオンがタルタロスで受けることになったのは、燃え盛る車輪に縛り付けられ永遠に回り続けるの刑。ガチで辛そうな拷問です。しかもイクシオンは神々の宴でネクタルを飲んで不死になっていたため、未来永劫燃えながら回り続ける運命です。悪いことはするもんじゃないですね。5。ダナイデスは穴開きの水亀に水汲みの刑。罪状、49人の夫を担当で手にかける。これまでは全員男性でしたが、実はタルタロスには攻め子を受ける女性も存在します。それはダナイデスと呼ばれる50人の娘たち、のうちの49人。ダナイデスはアルゴス王ダナオスとたくさんの妻との間に生まれた50人の娘たちの総称です。彼女たちはなんと父ダナオスの双子の兄弟であるエジプト王アイギプトスの50人の息子たちといとこ同士の結婚をしますが、長女を除いた49人の娘たちが49人の夫を初夜に殺害するというとんでもない事件を起こしてしまったんです。なぜそんなことになってしまったのか。この神話にはいくつかのバリエーションがあり、詩人アポロドーロスによると次のように語られています。ダナオスとアイギュプトスは双子の兄弟でした。ダナオスは父から古代のアフリカ大陸にあたるリビアの地を与えられて50人の娘ダナイデスを設け、一方のアイギュプトスはアラビアの地を与えられた後、多民族の地を征服してエジプトを建国し50人の息子を設けたといいます。実はこのエジプトという名はアイギュプトスの名に由来するというわけです。それぞれの地を治める双子ですが、その中は良好とは言えず政治的にも対立。さらに50人の娘たちは非常に美しかったため、50人の息子たちは結婚を申し込みますが、これを拒絶されてしまいます。これもあって双子の国の間で戦争が起きてしまい、結果的にはダナオスが負けて50人の娘ダナイデスと共にアルゴスに亡命し、ダナオスは当時のアルゴス王から王位を継承したのでした。ところが亡命先での生活はなかなかに苦しいものでした。実はかつて海の神ポセイドンがアルゴスの水を枯らせてしまったため、50人の娘たちは自分の足で国中を歩き回って水を確保しなければならなかったんです。そんなある日、ダナオス王のもとにアイギュプトスの50人の息子たちが訪れます。そして和解とともに、あなたの娘たちと結婚したいと申し出ました。諦めない精神。しかしダナオス王は彼らの言葉を信じることができませんでした。しかも亡命先での苦労の日々を思い返すと、いいですよとは言えないのが心情。そこで彼は一旦その申し出を受けるふりをします。そしていざ50組の娘と息子同士の結婚という日のめでたい初夜に、娘たちに担当を持たせ、息子たちが眠っている間に彼らを殺させたのでした。とんでもない事件ですが、こうなるまでには複雑な背景があったというわけ。ところが実はただ一人ダナイデスの長女にあたるヒュペルムネストラだけは夫のリュンケウスを殺しませんでした。というのもリュンケウスは初夜にヒュペルムネストラの処女を守ってくれたため、彼女は夫を殺すことができなかったんです。紳士的とはいえ、彼女が父ダナオスの命令に背いたことには変わりありません。ヒュペルムネストラはダナオス王によって牢屋に幽閉されてしまい、他の49人のダナイデスは殺した夫を埋葬しました。その後ゼウスは49人のダナイデスの夫殺しの罪を許しました。有罪と無罪の境界線がかなり適当な気もしますが、情状酌量の余地ありといった感じでしょうか。さらにヒュペルムネストラも解放され、殺されなかった夫と共に正式に夫婦として認められたといいます。めでたしめでたし。あれ、永遠の拷問はないの？と思われたかも。実は説によってこのように無罪判決を受けたハッピーエンドバージョンと、そうでないバージョンがあるんです。では恐ろしいバッドエンドを見てみましょう。
一説では唯一生き残ったヒペルムネストラの夫のリュンケウスは復讐の鬼となり、残りの49人のダナイデスたちを皆殺しにしたとされています。強すぎる。こうして奈落タルタロスへと落ちることになった49人のダナイデスたちは、夫を殺した罪によってそこに穴の開いた水がめに永遠に水を注ぎ続けるの刑を課されました。注いでも注いでもこぼれていく水。しかもかつて亡命先のアルゴスで水を必死に集めたあのトラウマを思い出させるというなかなかにえぐい精神的拷問です。結局助かったのはリュンケウスと結婚した幸運なヒペルムネストラだけでした。ちなみに今回の50人の娘と50人の息子たちには全員にちゃんと名前があり、他の神話にも出てきたりもするので、ギリシャ神話の細かさはやっぱりすごいです。6、オクノスは永遠に縄を編み続けるの刑。罪状不明。次に紹介するのは、なぜかわからないけど永遠の拷問を受けているオクノスという人物。伝承によるとオクノスは預言者テイレシアスの娘マントとイタリア中部の都市アルバロンガの王ティベリウス・シルビウスの子供だとされています。何らかの罪で奈落タルタロスに落ちたオクノスには藁の縄を編むの刑を与えられました。なんだ簡単じゃんと侮るなかれ、実は編んだ縄は彼の後ろにいるメスのロバに先っぽから食べられてしまうため、永遠に縄作りが終わることはないんです。こういう地味な作業を永遠にするのもかなり辛いです。ちなみに彼がタルタロスに落ちた理由について学説の中には、オクノスがエリウシスの秘儀という祭儀に入門するのが遅れたからというものもありますが、確固たる定説があるわけではないようです。またオクノスについての解釈の中には、彼は成功することのない努力に明け暮れる人生というものの象徴だとするものもあります。なんとも悲観的な人生の捉え方ですが、タルタロスに囚われた罪人たちの刑罰はオクノスに限らず、こういったメッセージ性を感じるものばかりですね。7、テセウスとペイリトースは忘却椅子の刑。罪状、冥界神の妻の誘拐未遂。タルタロスには名高い英雄も囚われていました。それは迷宮ラビュリントスを攻略し、怪物ミノタウロスを討伐した英雄テセウスと、その盟友のペイリトース。ちなみにペイリトースは先ほど紹介した火車に縛られたイクシオンの息子ともされる人物です。さてそんな二人がなぜ囚われてしまったのか。ある時テセウスとペイリトースの妻が二人とも同じ時期に亡くなってしまいます。すると仲良しの二人は新しい妻を探そうと相談し始めます。結構ドライな性格。そこでペイリトースはテセウスにこう持ちかけます。絶世の美女ヘレネを誘拐してくじ引きで勝った方の妻にしようぜ。めちゃくちゃ小物っぽい発言。ヘレネーは主神ゼウスと義憤の女神ネメシスの子で、地上で最も美しいとされるほどの美女でした。二人は早速計画を実行し、特に問題もなくヘレネーを誘拐します。そして問題のくじ引きでは英雄テセウスが勝利したので、ヘレネーはテセウスの妻になりました。結構あっさり。妻を得られなかったペイリトースでしたが、二人はこんな約束をしていました。くじ引きに勝った方が負けた方の妻を用意する。そのためテセウスはペイリトースの妻探しを手伝うことになります。本当に仲良し。そこで二人はペイリトースの妻を誰にすべきか聞こうと主神ゼウスに信託を求めます。すると次のように言われます。我が娘のペルセポネを妻にするといいだろう。あろうことか選ばれたのは冥界の女神ペルセポネでした。しかしペルセポネはすでに冥界の王ハデスの妻である超大御所の女神。人間ごときが到底妻にできるものではないと思うのが当然ですが、二人はかなりの実力者。信託を受けてもひるむことなく、一緒に恐ろしい冥界へと降り立つのでした。いざ冥界に赴くと、意外にもハデスは二人を歓迎してこう言います。ごちそう振る舞うから、その椅子に座ってくれ。ああどうも、とテセウスとペイリトースが言う通りにすると、なんと二人の体は蛇によって椅子に巻きつけられ、さらにはぼーっとしてきて記憶を失ってしまったのでした。そう、彼らが座ったのは忘却の椅子で、ハデスは妻を奪おうとする不届き者を藁にかけたというわけです。彼らは椅子に座ったまま呆然自失、そのまま奈落タルタロスに落とされたともされます。しかもその状態のままなんと4年もの月日が経ってしまいます。そんなある時、大英雄ヘラクレスがとある事情で冥界に降り立ち、冥界に監禁されていた2人の姿を目にします。ヘラクレスもテセウスたちも英雄たちの乗る船アルゴナウタイの一員だったので意外すぎる再会です。そこでヘラクレスは2人の救出を決意。まずテセウスを助けることに成功しましたが、地震に阻まれてしまい、ペイリトースの救出には失敗してしまいました。そのためペイリトースだけは永遠に冥界から帰ってこれなくなってしまったのでした。かわいそうですが、忘却し続けるだけの刑は他に比べると優しいものかもしれません。ちなみに伝承の中では2人ともヘラクレスに救出されたとするものもあります。
助けられたテセウスですが、誘拐した妻ヘレネは双子の英雄ディオスクロイによって奪還され、さらには王位すらも奪われていました。因果応報、仲良しのテセウスとペイリトース、身勝手に妻を探そうとしたために、最終的には無念の結末を迎えることになってしまいました。8、プロメテウスはわしに食われ続けるの刑。罪状、何度も神を欺く。ギリシア神話のおなじみの巨人プロメテウス、彼もタルタロスで永遠の拷問を受けた者の一人です。他の動画でも何度か登場しているので、かいつまんで紹介しましょう。巨人プロメテウスはゼウスたちオリンポス神族の味方として立ち回り、大戦争を生き残った超有能な巨人、さらには人類のために危険を冒してでも神々に背くというめちゃくちゃにかっこいい人物です。さて、そんなプロメテウスが罰せられている理由は、ゼウスたちに歯向かったから。プロメテウスは神々から火を奪い、人類に授けました。火は料理や家事、また暖を取る時など生活に必要不可欠なもの。しかしこれによって人類は武器を作り、戦争も始めてしまいます。またプロメテウスはある時、巨大な牛の肉を神と人間に分配する役割を担いました。この神話ではプロメテウスは、神々には油がまとわりついた一見美味しそうに見える骨を、人間には内臓などの可食部を一見食べられなさそうな皮で覆ったものを出し、神を欺こうと試みました。しかしこの企みはゼウスにはバレており、骨を選んだ神々はむしろ不死の存在となり、一方の肉を選ばされた人間は死のある存在になってしまいました。プロメテウスの行動が裏目に出てしまったというわけ。こういったプロメテウスの行為は当然処罰の対象になりました。プロメテウスが受けたのは、コーカサス山の山頂に縛り付けられ、わしに肝臓をついばまれ続けるの刑。しかも、不死であるプロメテウスにとって、それは終わることのない拷問でした。ちなみに、最初に紹介した巨人ティティオスが受けた刑と非常に似ていて、この二つの刑は内容的にも絵画的にも影響を与え合っていたと指摘されることもあるようです。さらにちなみに、プロメテウスは後に大英雄ヘラクレスによって救出されています。よかった。さすがヘラクレス。助けすぎです。9、神々の怒りを買った者には永遠の罰が待っている。ギリシア神話に語られる永遠の拷問は、想像するだけで恐ろしく、絶対に受けたくないものばかりです。しかもそのほとんどが、神に反抗したり女神を誘惑したりといった行為が原因でした。一度でも神々の怒りを買ってしまえば、終わりのない苦痛が待ち受けていると考えると、たった一度の好奇心や傲慢がどれほど危険かよくわかりますね。チャンネル登録、高評価、コメント、通知のお願いします。それではまた。